私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、圧倒的な人数の中から日本一となり、それから世界一となり、1億円近く投資しておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半田先生です。現在ズルトレーダーはバイナリーオプションがなくなり FX 統一となってます。それでですね、私が、今回 FX バイナリーオプションの世界スペシャリストの半田先生がね、FX 投資で、どんな方法で稼ぐか、また本当に稼げるかどうかということですね。バイナリーオプションと違って FX の場合だいぶ違いますけれども、ということを公開しております。現在の成績を発表させてもらいますけれども、今27,108円となってますね。2019年の今年の6月12日から始めて13,100円ぐらいですね、108円だったかな、から始めて27,108円、まあ2倍ちょっとですね、となってます。詳しい成績は、どっちだろう、どっちも同じだな。でですね、このように6月12日からねといって、このように稼いでます。会場にして落ちてまた戻してですね、で、13,000円かけるだとの1ね、1,2,3,4,5,6,7ヶ月目、今月のノルマ達成ですね。で、8ヶ月目は。まあ、8ヶ月目までも、7ヶ月目で8ヶ月分、来月までも、ノルマ達成したということですね。慌てないでね、とにかく 10% 以上稼ぐということですね。インジケーターも強力なのを2つ作りました。下には私の名前を取った YOIBX インジケーターにシグナル免疫ツールですね、これに変わったときが上ですよと、変わったときに下ですよと、この次ね。ということですね。この白に入ったときがチャンスということです。
大体、これが出てから次、出るまでですね、これね。これも、今度、青が出るまでね。ですね。100% 信用しちゃダメですよ。ね。このシグナルです。でですね。この黄色のね、シグナルって採点したときは、最初ロートで 12,693 円で、負けたのは 2,141 円で、1,503 円ね、1年間稼ぎがあるということですね。これはわかりませんからね。で、取引してるのは USDIDX はこの通貨であるということですね。比率はこうなってると。以上ですね。